ナンバー、愛、平野史洋、世界が称賛する偉業に感謝の嵐。こんにちは、皆さん。日本中、そして世界中のファンの皆さんが、数えきれない企業や著名人たちと共に、29日の夜を真っ赤に染め上げ、平野史洋さんを祝福しました。この瞬間には、彼がどれほど愛され、理解されているかを改めて実感しました。彼のインスタグラムには、ファンへの感謝が込められた投稿があり。 その温かさにほろりとさせられましたね。平野信洋さんは、イブ・サン・ローラン様や、ルイ・ヴィトン様、様々な企業からのお誕生日祝福メッセージを受け、その謙虚で礼儀正しい人柄が広く愛されています。これからも、ナンバー、愛のジンくん、岸君くんと共に世界を舞台に躍進していくことでしょう。そうですね、時折は紫輝くんの院内も見てみたいですね。その姿に触れることで、彼と一緒に感じることができそうです。 未来に向けて、紫輝くんが、ますます世界で注目され、ナンバー、愛が躍動することでしょう。賞賛とともに、時には、批判を浴びることもあるでしょうが、その笑顔の数がどんどん増えていくことを願っています。26歳の時よりも、より多くの幸せな瞬間が彼を待っていることでしょう。翔くんのお祝いは、今年も陣だったそうですね。陣のこだわりが垣間見えるところ、なんとも素敵ですね。KC をはじめ、 たくさんの企業や媒体からのお祝いが寄せられ、翔くんの今後の活躍がますます楽しみです。翔くんを育てたおかか様にも感謝の気持ちを込めて、翔くんのファンの皆さんの創意工夫にも感心しました。紫輝くんの誕生日は、スシローさんや X の飛べ公式からの限定公開ポストまで、世界中で様々な形で祝福されています。この感動的な瞬間は、紫輝くんが自らの存在を超え、 世界中で注目を集めている証でもあります。その誇りを持って、紫輝くんを応援し続けることが、ファンとしての喜びでもありますね。彼の忙しいスケジュールの中で、体調に気をつけてほしいという気遣いも伝わってきます。彼の笑顔を守りながら、健康に気を配ることが大切ですね。アンチの声もあれど、紫輝くんの人間性が多くの人たちに理解され、称賛されていることは明白です。 キシ君もジン君も今後の活躍がますます期待されています。ドラマの噂があるようですが、それが本当なら、ますます彼らの才能が光る瞬間になることでしょう。最後に、翔君の美しい横顔に触れながら、ハワイでのサッとコギの姿勢を想像すると、まさにギリシャ彫刻のような美しさに感動しますね。リコちゃんの願いが届いたのか、インスタのストーリーには踊る白いクマのような、人懐っこいお尻が映っていたそうです。 彼の世界がますます広がっていくことを期待しつつ、これからも紫輝くんと翔くん、騎士くんの輝く未来に期待しましょう。平野仕様とナンバー、愛の未来は明るく、彼らの活躍に期待が寄せられています。ファンたちは彼らの成長を見守りながら、ますます広がる世界の舞台で彼らが輝く姿を楽しみにしています。